宇治市立東、宇治中学校は、京都府宇治市五化粧池の裏にある公立中学校。戦後の学生改革により、男女共学6.3、三制度が導入され、高等教育につながらない、選択肢が多い伏線的な中等教育を整理した新生中学校が設置されることになった。宇治郡東宇治町でも新生中学校が設置されることとなり、 新憲法施行日である1947年5月3日、東、宇治中学校が開校した。しかし、独立した中学校としての校地校舎はなく、元宇治火薬製造所工員養成所の会場3、教室と宇治小学校の4教室を借用した状態でスタートした。翌年1948年、 元宇治家薬製造所公員養成所の開花にあった町役場を旧役場に移転することにより、旧養成工業者全部を校舎に転用した。さらには1949年、本校舎当林の養成工業を校舎に改装し、機械実習場を行動に改装した。同時に宇治小学校を曲がりしていた状態が解消し、独立した中学校として使用できるようになった。 1951年には、宇治市誕生により、宇治市立東、宇治中学校へ改称した。命を輝かす、人間2011年度の主な行事である。2011年5月時点での部活動である。宇治市では、公立学校選択制が導入されていないため、以下の小学校区在住の場合は、原則東、宇治中学校へ通学する。 聖火町子編纂委員会、聖火町九1996年、P797。美山町、久美山町子第2巻1989年10月、P812 宇治市立東、宇治中学校、創立50周年記念九1996年、P42。宇治市歴史資料館収蔵資料調査報告書11。 AB 平成24年度入学新入生保護者説明会保護者説明会資料2011年12月ありがとうございます。